小渕恵の挑戦状第7回戦。イエーイ。今回はズーム。じゃあまずはじめに挑戦者の方に自己紹介をしていただきたいと思います。じゃあ、千葉桃さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。この辺のご近所の岩手県洋野町の一般社団法人ふもとで働いている千葉桃です。今日は小渕さんとお絵描き対決をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイイエイ。対戦相手の小渕さん。はい。自己紹介ですか。岩手県は黒辺村が生んだ大スター、キングオブチキンでございます。どうも、ありがとう。いいよ。拍手はしない。はい。はい。じゃあ今日は小渕さんと千葉桃さんに、1分間でお絵描き対決をしてもらいたいと思います。オッケー。簡単にルールを説明します。はいよ。1分間で、お絵描きをするんですけど、3問問題を出すので 似てる方をこの審査員の人たちに札ですごい。決めてもらいます。はい。はい、こんな感じです。はい。はい、じゃあそれでは千葉桃さんに意気込みを聞いていきたいと思います。意気込みをお願いします。い。いや、ちょっと、どうだろう。ちょっと今日、おぶちきのあの絵を投稿したので、ちょっと気合を入れてきました。はい。よろしくお願いおお、しやます。ば。勝って、おぶちきグッズが欲しいので、頑張って勝ちたいです。ガチですね。はい。わかりましょう。はい、ガチです。うん。はい、じゃあ、小渕さんも意気込みをお願いします。イラスト対決で負けるわけにはいかません。私はプロですから。勝ちます。イエイ。はい、じゃあ、意気込みが聞けたところで、早速、スタートしていきたいと思おいもします。ゃ。頑張りましょう。お願いします。はい。はい。で？ちょっと、はい、じゃあ第1問。はい。1問目は、スーパーマリオブラザーズのマリオです。よーい、スタート。残り20秒です。時間でーす。ちょっとアクシデントが。なんか言い訳早い。じゃあ、高さないでよ。はい。そして太い方を行ったら。一斉にお願いします。どうぞ。じゃん。あ、かわいい。審査員の皆さんどうですか。好き嫌いで、感性で選んでくださいね。それでは審査員の皆さん、お願いします。上手だな、おい。千葉桃さん、上手だな。審査員の皆さん、一斉にどうぞ。もういいの。じゃあ、結果は3対0で、千葉桃さんの勝ち。ありがとうございます。抜き？本当に？じゃあ、どんどん行きたいと。細い方で書きたいんですよ、僕。どんどん行きたいと思います。いいですか？はい。はい。じゃあ、続いて第2問。OK！ はい。
ドラえもんのスネ夫です。よーいスタート。はい、あと3、2、2、1、はい、終了です。はいはい、はい、それではじゃあ一斉にお願いします。どうぞ。じゃんじゃん、あー、うまい。ダマスって書いてる。ダマスって書いてる。いい勝負じゃない。おお、鳥じゃん。鳥。はい、じゃあ審査員の皆さんいいですか。はい、はい、じゃあ一斉にどうぞ。おお、あ、2対1で2回戦目もちばももさんの勝利です。関口くんだけが入れてくれたわけですね。覚えておきますからね。すごい、なんか目がね、若干小淵木さんでした。いい勝負だったけどね。確かにすごい可愛らしいスネ夫ですね。はい、じゃあ最後の問題です。3ポイントですねこれ。じゃあ最後の、あ、そうですね、最後の問題、3ポイント。分かんないけど、まあ、はい、手抜いてましたから私も。さあ、まあどうなるかは、ね、オーケー。はい、じゃあ最後の問題はワンピースのチョッパーです。お願いします。マジか。え、絶対わかんない。あと20秒です。はい、終了です。カン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 。はい。よろしいですか、うん、はい、じゃあ一斉にどうぞ。おお、なんかいい勝負。怖い。怖い。なんだなんだ。ちばももさんのなんか可愛い。知ってるじゃん、だってちゃんと帽子かぶってるでしょ。なんか、うん。いや、目は黒目がちだったよね。黒目がち。引き爪になってるし。はい、年寄りだよ。じゃあどうぞ。いいですかね。すごいけど、はい、じゃあ3人の方、はい、よろしいですか。はい、いきます。一斉にどうぞ。やった。お、ちばももさんの勝利です。やった。はい、3対0ということで。あのお題が、お題がそう、あの対戦者寄りだったよね。そんなそんな。ドカベンとか。はい。じゃあちょっと。じゃあ千葉桃さんに今回のあの対決の感想を教えていただきたいと思います。いや、すごい小渕さんの絵がなんか味がある絵で。すごい好きでした。もう勝ててよかったです。ありがとうございます。大事だろ。はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。では、はい、残念ながら負けてしまったということなので、ぶちきさんからつぼももさんにプレゼントがあります。はい、潔く負けを認めます。上手でした。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。つぼももさんには、おぶちきのこの特製のトートバッグとですね、はい、そして今治タオル、おぶちきマフラータオル、欲しかったです、それ。はい、そうなんです。今治なんですよ。そしてこの特製のラバーバンドもですね、あったありがとうございます。これ3つ全部欲しかった、はい、お届けに上がりますので、あ、本当ですか、よろしくお願いいたします。どうも ありがとうございます。楽しみにしてます。できるタイミングでね、はい、お届けしたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は千葉ももさんとおぶちきさんと協力してくれた皆さん、ありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。次の対決もお楽しみに、はい、どうも。それではありがとうございました。